まれたよ。ステージ上では1人でございますが、今日はバーチャルサポートメンバーというのを2人、従えております。ニューヨークと長崎県からそれぞれ電話回線でつながってですね、ここに声だけの出演ですけども、紹介したいと思います。まずニューヨークからダニエル君、この方はモノマネが非常に得意でございまして、もうモノマネ四天王の真っ青っていうぐらいモノマネが得意な方です。それではお呼びしましょう。ダニエル君、ダニエル君、こんにちは。こんにちは。ちょっと自己紹介をしましょうか。ちょっと自己紹介をしましょうか。いや、まではいいから。いや、まではいいから。まで、せんでええって。いや、まで、せんでもうええって。もうええって。お前アホか。お前よりマシや。と、こう、小学生レベルのギャグも、前回のダニエル君でございます。フロムニューヨーク。そして、長崎県からもう一方。この方、ハーモニーが非常に得意な方でございまして、外山田博士というのを呼んでおります。クールファイブも真っ青なぐらい、ハーモニーが上手な方。では、外山田さん。わわわわ、外山田博士です。わわわわ、この3人でさっきちょっとリハーサルできなかったんで、ちょっとあの本番ですけども、ちょっとリハーサルさらしてください。あなた一人にわわわわかけた恋、わわわわ一晩で100万、わわわわ貢いだの、わちゃちゃちゃ。はい、マツですね、ほんま。この3人で、もう最後の曲ですが、愛のテーマというのをやらせていただきます。感謝の気持ちを忘れずに、いろいろ説明がいっぱいあるんですけども、時間もないので、詳しくはウェブで。
愛があなたを作り、あなたの愛が私を作る。いつか見たドラマのセリフをパクる。素晴らしい言葉なのでパクる。あなたのために死ぬのはごめんだけど、あなたのために生きたいと思う。私の何かがあなたを救うのなら、私の何かをあげる。いつでもあなたに。
はい、ありがとうございました。サンマのアコースティックもう一度お開きして、どこからいじったらいいでしょうか。本当にどこからお話ししましょうかね。身長伸びてますよね、まずね。じゃあね、やっぱりニューヨークでしたっけ。ニューヨークとね、と長崎、長崎からサポートメンバー、サポートメンバーすごかったですね。今はい、今はもうちょっと切れちゃったんですかね。もうちょっと回線今切ってる。あ、今切ってますね、はい、なんかもう飛び道具の塊というか、お召し物もね、お召し物もこんなご機嫌なシャツどこで売ってるんですか。いないですからね。僕らね、結構パリピ感出してきたんですけど、全然かすんでますね。ちょっとかすみましたね、私たちも。薄れちゃいました。どうぞ。あ、どうぞ、こちらへ。はい、ありがとうございました。どうぞどうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はいはい、そんなサンマルアコースティックさんですけども、はい、ありがとうございました。いかがでしたか。いやー、こんないっぱい50年今落ち着いてました、緊張した。あ、この格好で緊張されたらもうね、一定の方が落ちてる。はい、困りますね。はい、ありがとうございます。で、この、サンマルアコースティックということで、お名前が、どこから来たのだろうということになってるんですけども、このサンマルっていうのは、はい、本名がまた別個にありまして、はい、で、名前、読み方間違えられてサンマルになりまして、はい、ちなみに本名は今ですね、三人丸とか、はい、それは三丸と呼ばれてしまって、それがあだ名になって、はい、活動されてる。そうです、はい、ということで、CD は制作中ですね。です、はい、ぜひこれちょっと CD 欲しい方いらっしゃるんじゃないですか。どうでしょう、いるかいらんか、結構もう分かれて二曲化しそうですけど、拍手。あ、そうですね。じゃあ、サンマルアコースティックさんの CD 欲しい方、リアルな56枚、そうかなりリアルな方が出ましたけど、はい、ちょっとぜひね、作っていただいて、私は欲しいと思いましたから、ありがとうございます。はい、ぜひ作ってください。はい、で、キンキンのライブの予定なんですけれども、6月11日、あ、10日です。10日ですね。横浜アカレンガ倉庫でやらせていただきます。あ、そしてですね、はい、ぜひお願いします。皆さん見に来てください、ぜひ。はい、と、あ、大丈夫、前の日ライブ入ってますけど、サンマルアコースティックで、詳しくはウェブで、詳しくはウェブで、Facebook やってますんで、アクセスすると乗っ取られるんで、後方の人に乗っ取られたらちょっとややこしい。身長伸びました。そうですね、リハの時に比べると、ちょっと成長剤、ドーピングかまして、ね、なるほど、ドーピング禁止なんですけど、すみません。分かりました、残念でした。いや、ちょっとね、いや、まだまだね、これ30分ぐらいかかるんですけど、全部上から下までいじろうと。あ、そうですね、いや、そうなんですけど、まだまだいじり足りないんですけど、本当にね、いろんな機材を、もう今日一のね、ややこしい機材でしたけど、あれは、うまく使われて、ちょっと聞いてた方もびっくりされたと思うんですけどね、ハモリとかね、外山で、外山そうです、全部機械でやってますね。ああいう機材は、ね、島村楽器で買えるんですかね。買えますね、お安くしときますよ。あれに、そうですね、あまりちょっと余計なこと言わないはい、では、この見た目ですので、一回ね、見たら聞いたら忘れないと思いますが、これからもぜひサンマルアコースティックさん、よろしくお願いします。ということで、はい、今日もありがとうございました。はい、いやー、もうなんか